おはようございます、えー。先日私はですね、小川隆夫さんの新刊紹介のライブ配信動画をアップしました、えー。ジャズクラブ黄金時代という本ですね。新興ミュージックから出た本を、あの、封筒を開けるところからですね、あ、こんな本ね、みたいな感じで、なんか立ち読み感覚で内容の触りを紹介するような動画だったんですけど、短い動画だったんですけども、その動画にですね、 え、小田んとろうさんからコメントいただきましたので、ちょっと紹介しますね。えー、この本、あらゆる不思議、ハテナに満ち溢れていますね。笑い。このボリューム、この価格、そしてジャズの本、びっくりマーク2つ。点て点、謎だらけですね。医者の先生でなければ、ほとんど無理でありましょう。それにしても、進行ミュージックさんは偉い上手い。 びっくりマークつつに2つ笑い私は日本におけるウィントン・マルサリスの強引過剰なるハテナ仕掛け人は実はこの方だったのではないかなと思っています。まる。大西純子の「華麗なる売り出し方」に反対したお方もこの失敗を繰り返してはならぬとでも思ったのでしょうかね。笑いというコメントをいただきました。 えー、小田鎮太郎さんどうもありがとうございました。で私は、えー、このように返信してますね。小川さんはウィントン兄弟の近くに、ウィントン兄弟ってあのウィントン・マルサリスと、あと一つ年上の兄ちゃんのブランフォード・マルサリスが住んでいた、あの近くに住んでいたということもあり、かっこ、著書、隣のウィントンに詳しいですと。まあ、小川隆夫さんがお書きになれた本ですね。で、隣のウィントンって本がありまして、これもなかなか面白い本なのでおすすめです。えー、隣のウィントント にまあ、本当目と鼻の先に住んでいたということもありまたウィントンのアルバムジャケットの案を言ってみたら採用されたりライブの選曲についてのアドバイスをしたりと非常に近い関係にあったことからそのように見られがちなのかもしれませんがおそらくは最大の仕掛け人は当時「スイング・ジャーナル」の編集長であった中山康樹さんじゃなかったんじゃないかと思いますと私は返信しています。 まあ、あの中山泰輝さんといえば、まあ、同じトランペットで言えばもうマイルスフリークということで、ね、もう自称を多少あの自他共に認めるあれですよ、ね、日本一のマイルス者でありましたよね中山泰輝さんはねでマイルスを聴けという本を出したりマイルス関係の本もいっぱい出してはいるんですけれどもあのマイルスを持ち上げてじゃあウィントンの方はどうなのかというとです、ね、結構中山泰輝さん かつてのスイングジャーナルという雑誌の編集長だったんですがその時代に結構ウィントンをあの持ち上げる記事いっぱい特集していたそうなんですねそれ私知りませんでしたなぜかというとですねその頃まだ私全然聞いてなかったからなんですねそれであそうだったんだと気がついたのがですね気がついたら知ったのが実はですねあの 中山靖さんの最後の著書となるウィントン・マルサリスは本当にジャズを殺したのかというですねあの最後の本がありましてそれを読むとよくわかるんですねあのすごく中山さんウィントンに関して詳しいですしまあ当たり前ですけどもねああなるほどねとですねあの目から鱗を落ちるような 記述たたくさんあるんああ、るですけれどもあそうなののねと思ったのは実はこの本の最後にあのかつてのジャズ批評の編集長であったあの原田和則さんという方がですねあの解説を書かれているんですねそれを読んで私はああそうだったんだ結構イントンを持ち上げてた人だったのねと初めて知ったんですよで今ちょっと手元にあるので そこのところちょこっと、もしかしたらなくなっちゃうかもしれませんが、読んでみましょうかね。えー、っと、ここら辺から読んでみようかな、えー。ここで話は記載の前歴に移る。記載っていうのは、 あの記載トリスターノの記載ですね、まあ、中山さんのことなんですけれどもね、えー、本文中には一切出てこないが中山は1983年から89年までジャズ雑誌「スイング・ジャーナル」「2010年配管以下 SJ と略の編集長を務めていたそしてそのポジションに就く数年前から編集文の一員としてラツマンを発揮していた80年代初頭フュージョン旋風が吹き荒れていた そこから入門した新しいリスナーに伝統的なジャズを知ってもらおうと80年4月号からジャズタイムナウなるキャンペーンが始まった50年代から60年代の個展と並んでアコースティックジャズを演奏する気鋭が大きく紹介され初年度はリッチコール翌年度はウィントン・マルサリスが猛烈にプッシュされたで初めて特集記事が登場したのは81年7月20日発売の えー、8月号だと。各個アメリカ人評論家の現地取材。で、数日後、ウィントンはハービー・ハンコックのグループの一員として初来日を行う。この時が中山とウィントンの初対面だった。初対面だったって読んだ方がいいかな。まあ、81年に、ウィントンが初来日した時に中山さんとウィントンが初めて出会ったわけですね。で、当時の編集後記を見ると、あふれる自信と反骨精神には爽やかなものがあった。とある。 で、11月号、海外ジャズメン人気投票では、アルバムが皆無であったにもかかわらず、トランペット部門の7位に躍進。11月21日には、初めての国内版、ウィントン・マルサリス・テイクス・オフが発売された。これは、アート・ブレイキージャズ・メッセンジャーズが、80年代に吹き込んだ作品を、RVC という会社がウィントン名義にして出した曰く月の一枚だ。 不参加曲も含まれているのにつまり、それほどウィントンの入ったレコードを求める声は高まっていた。ジャケットには、さきの来日時の写真が使われている。で、82年3月号には、82年といえばもう中山さんが編集長にまだなる前ですけれどもね、83年に、あれですね、中山さん、スイングジャーナルの編集長になりますが、そのまあちょっと前ですね、の3月号には中山によるインタビュー記事が載り、 4月号には CBS ソニーを通じて国内発表された公式ファーストアルバムマルサリスの肖像を掲載。5月号で初めて表紙を飾った、各国9月号で再び表紙に。今日のジャズピープルの一般的な見解では、中山といえばマイルス・デイビスと思われるが、そう、私もそうでしたね。で、リアルタイムで、 S.J. を読んでいた私にとって、中山、すなわち、キース・ジャレットやパッド・メセニーの人でもあり、決定的にウィントンの人であった。そのウィントンが85年6月号と7月号の表紙を続けて飾った時には、心底を驚かされた。もう中山さんが編集長の時ですね。一アーティストの連続表紙はかつて前例がない。当時のウィントンの最新国内版は84年11月21日リリースの スターダスト、次のアルバムが翌年同月同日のリリースのブラックコーズだから、新婦のプロモーションとは必ずしも結びつかない。しかも6月1日、マイルスが同じ CBS ソニーから You are under arrest を出している。ならばマイルスが表紙でもおかしくない。その頃の中山の情熱がマイルス以上にウィントンに傾いていたということか。 とにもかくにも、当時24歳のトランペット奏者は2号を続けて雑誌の顔になった。さらに中山は、ウィントンらアコースティックジャズを志す当時の若手ジャズ面群を、新伝承派と名付け、スポークスマン的役割をになった。マルサリス一家物語、ウィントン自宅訪問、ウィントンはどこがすごいのかといった記事を高校生の私はクイーンのように読んだものだ。 が、中山退任後の SJ からは、ウィントンに関する記事が目立って減っていく。冷静かつ常識的なトピック数になった。と言い換えてもいいかもしれない。以後の中山は、カルチャー史と言うべきスイートベージュの創刊、準備号も含め、計7回で終わったと記憶する。ライブレストランの運営に携わるなど、表だったジャズの現場からは遠ざかり気味に見えた。 マイルスを聴けの初版が出たのは1992年のことだが、ジャズ史や CD ライナーノーツへ再び寄稿するようになったのは今世紀に入ってからではなかったか。で、まあ、この辺、あその後の,あのウィントンのリンカンジャズセンターオーケストラに関しての話とかも続きますけれども、まあ、この辺りがあれですね、中山さんに関しての記述ですが、まあ、スイングジャーナル時代の中山さんなんですが、 これを読んで、あ、中山さんってマイルスの人だけじゃないんだなっていうことがね、まあもちろんビーチボーイズとかビートルズの本とかもあと、あと、ビーチボーイズの本は出してなかったか、ビートルズとかボブ・ディランの本とかですね、あと桑田圭介の本とかももちろん出してはいて、他のミュージシャンに関しても、あ,のあとキズヤトの本か、あの造形はあるんですけれども、まあ、やっぱり、 あの際立っているのがマイルスなんですね。だからマイルスの人っていうイメージが、ちょっとこの本の後掛けを読んで、あウィントンの人でもあったんだって私初めて知ったというぐらいもう、ジャズジャーナリズム音痴だったわけですね。なので、あの、小田陳さんは、小川隆夫さんが、こう、ウィントンブームの影の仕掛け人、まあもちろん、いろいろ協力とかはね、あの、されていたとは思うんですけれども、あの、多分、 強引過剰なる仕掛け人はやっぱりあの中山泰輝さんだったんじゃないかななんて思いますけれどもねまあそんな感じでちょっと今回は中山泰きさんの最後の著書ウィントン・マルサリスは本当にジャズを殺したのかという本の あのラストの部分をね紹介しましたけど、まあ、この本といえば私この動画始めたての頃ですねやっぱこの本すごく読んでて面白いんですよなのでその内容の触りをですね、まあ、小川さんじゃあや、ね、中山さんの主張をあのいろいろこの本から引用してあの動画で2回ぐらいかなあの紹介したことがあるんですよねそしたらですね まあ私の話し方がまあ悪いとは思うんですけどまあ聞いてる人の読解力がないなんて口が下げても言いませんけどねああ言っちゃいましたけどねどうも私のあこういうふうに本に書かれてましたよこう主張していましたよというような引用を紹介したつもりなのにまるでなんか私がそういうことを言ってるかのようにあの誤解した読解力のない人は言っちゃった あ口が下げても言えないと言いつつ、あ、口下げてきたわ、<laughs> なんか頭の悪い人、ああ、言うなこと言っちゃいけませんよね。なんか引用をあの主張とあの勘違いする人、すごくね、多かったような気がしますね。だから、また、あの、前提として私の考えというか、私が考えたことを主張していることとして、なんか反論してくるコメントが結構多かったような気がするんですよね。まあ それはあの皆さんの,あの読解力のなさではなく私の喋り方が下手だからっていうことでねとても反省の材料にさせていただきましたけれどもね、まあ まあしょうがないですよね、こネットとかやっていると、そういうふうにね、やっぱり自分の都合のいいこと、あと、ムカつきたいことがじあの優先的に脳内で、耳に聞こえてきて脳内で処理されることも多いんじゃないかななんて思いますし、やっぱり、あの少し前ですけど、ホリエモンとか、あるいはあの岡田敏夫なんかもね、YouTube で、ネット民の 読解力のなさみたいな話もよく動画でしていますからね特にツイッターなどで、まあ、今 X ですけども炎上するようなあの投稿する人っていうのはやっぱり読解力ない人で,であの岡田敏夫さんだと確かにしかし公文がわからない人がとても多いみたいなね <laughs> だからあの確かにやつは悪い人だしかしあの こういうい点はあ、まあ、確かにやつにはこういう欠点があるしかしこういういいところもあるみたいなあの確かによりもしかしの後の方がいや本,本人の言いたいことじゃないですか主張してる人のしかしの方聞かないというかもう耳に入ってこないですね確かにの方でもう脊髄反射してしまうような人も多いような感じがするんです みたたいなことを言ってましたけどもね、まあ、それぐらいあの日本人の読解力の低下とかね、まあ、読書量の低下っていうのはもう昔からずいぶん私が小学生の頃から言われているような気がしますけれどもね <laughs> っていうか私がもう小学生の頃からもう国際化、国際化って言われていたような気がしますけど、まあ、少しずつ進んではいるのかもしれませんけれどわかんないね,それね、まあまあ、どうでもいいんですけど。まあ まあ、そのようなことがあったということを思い出しましたね。だからまあ、まあ、それぐらいあの、中山さんのその主張、ただ私は伝えただけなんですけれども、過剰な反応があるくらい、まあ、逆には面白い本なんですよ、このウィントン・マルサリスは本当にジャズを殺したのかという本はね。なので、興味のある方は、ぜひお読みになっていただければと思います。まあ、中山さん最後の本ですしね この帯、最後に「中山泰樹絶筆丸って書いてありますけどねさら、まあ、にあのまあ個人的なことだとこの,本編集この本の編集者は私のかつての大先輩の編集者でありますしさらに中山泰樹さんのマイルス・デービス自助伝の編集者でもありますしあと後藤正宏さんの私がすごく影響を受けた本ですよねジャズを入門した ぐらいの時にさぼるように読んだジャズ・オブ・パラダイスという本の編集者でもありでさらにあのジャズって面白いななんて思わせたですね、まあ、ジャズを取り巻く周辺の人々って面白いなと思わせてくれた講談社から出ていたタバコの何だったっけな <laughs> がスポンサーの日本、まあ、もう JTB になってたのかな、まあ、?JTB が結構スポンサーになって作った、あの、名演シリーズってあるんですけど、ね、名演モダンジャズ、あと名演モダンジャズピアノ、あと名演モダンジャズサックスと、あとトランペットって何種類か出てたんですけど、その第1号の名演モダンジャズの中での対談、あれ、あの、寺島靖国さんと後藤正宏さんの対談を、 あのさらにこうキャプションとかの付け方込み出しのうまい付け方とかその「てらしま水割りをぐっと飲む」みたいなそういうなんか実況中継みたいなの入れ方が巧みな入れてよりその議論の白熱感を演出した方でもあるんですよね。だからあの そ,のそういう人の影響を受けて、で私は、ね、その方のいる出版社に入ったっていうことも <laughs> あったりもしてですね、でさらにはもう、やっぱそういう縁って続くんですよね。あの私が数年前に出したあ、何だったっけ、自分の方はれてるなって感じだけど、<laughs> えっとね、ビジネスマンのための、 「こっそりジャズ入門」っていう本数年前に私出したんですけどその本も全面的に編集してくださった人なんですよねでその方が編集した本なのでやっぱりあの構成とかね読みやすさみたいなの抜群に面白いんですよねだからあのすごくこの情報の抜き差しみたいなもの,あの あと構成の仕方だったりとかねこの文章の手こ入れの仕方とかほんと匠の技もすごく味わえる本でもあるのでまあこう業界目線で言うとね <laughs> なので、まあ、これは、まあ、あの編集者にとっても ななななななかかか勉強にるる本んんじゃないいとも思っているんですねまあ別にこれ読んでうん編集の勉強になったぜなんて思う人はいないかもしれませんけどところどころかゆいところにやっぱりあの同業者の方からしてみればあ うまいねなんて思わせるようなところが結構あるんですよ。あの細かいところにね。だからそういう目線でも読める本だったりもするので、いろんな意味でおすすめです。あの中山樹さん著のウィントン・マルサリスは本当にイザズを殺したのかという本はね。なので、興味のある方はですね、ぜひ読んでいただければと思いますね。ということで、えー、今回はあの先日発売された小川隆夫さんの本を紹介したショート動画にいただいた小田太郎さんのコメントに えー、コメント返しをさせていただきました。ということで、また他の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。